では、はい、いきますよ。はい、せーの、みぞれポパイエみぞれにファイ。完璧でございます。本日の企画は田尾さんが考えてきました。はい、本日の企画はヤバ客デュエル。まあ、簡単に説明しますと、まあね、今まで仕事をね、アルバイトとか、まあね、仕事とかでいろんなね、ましたね、アルバイトね、客さんとかに出会ってきたかなって思うんですけど、まあね、もちろんほとんど素敵な方ばっかりだとは思うんですけれども、ごくたまに、なんてことみたいな人にね、出会う時もあるじゃないですか。でね、長年そういうね、接客をしてると、そういうお客さんに出会うこともあると思うんですけれども、本日はそのヤバ客を書くし、まああのね、持ち寄り、デュエルさせようと戦いを繰り広げようと思いまして、はい、今回こちらのね、対戦をしたいと思います。はいはい。まあ、じゃあ早速、デュエルスタンバイ。デュエルスタンバイデュエルスタンバイ要素なんか迎え入れてる。確かに。じゃあ今日は、はい、イエス、いらっしゃいませ。なしの、あ、分かった。デュエルスタンバイイエス、いらっしゃいませ。あ、OK、すごいすごい、すごい完璧。じゃあ早速やっていきましょう。デュエルスタンバイイエス、いらっしゃいませ。よし、やっていこう。はい、ライフポイントは2000です。はい、らしいです。全然わかんないけど、よし、いきますか。じゃあ、じゃんけんで負けた人が先出す。そうしようか。じゃんけんぽい。じゃあ、いいんじゃない。はい、ドローフェイスか。あの、出すときドローって言わなきゃいけない。ドロー、ドロー、なんかあれですよね、僕はこのモンスターをフィールドに召喚。あるある。さあ、行くぞ。行きます。ドロー、僕はこのモンスターをフィールドに召喚。フィールドの支配人。おお、いろいろ保護のため一部表現を変えてお届けいたします。フィールドの効果を発動。すごい、ペレン。ということで、こちらからスタート。強そう。私ターンエンド。あ、いいです、ターンエンドで。ターンエンドって言わなきゃいけない。ターンエンド。ドロー、俺のターン。どう、俺はこのカードをフィールドに召喚する。来いよ、来いよ、召喚。長野メイハラスミ、攻撃力2000。俺はお客さんが私にずっと長野弁に似てる、長野弁に似てるって言ってて、あの、写真撮ってくださいって言われて、他にお客さんとかスタッフいるのに、ドローされたやつ。恥ずかしい。よし、ターンエンドだ。ドロー、俺のターン。あーごめん、あーごめん、あーごめん、場外に召喚する。ドン、始まったばかりの男。心配度 100%、 攻撃力2500。RPG 開始1分のような装備でご来店。これは高校生の時コンビニでバイトを始めた。タンクトップって言えるような布じゃない。もうほぼティッシュみたいな服着て。
いお客様がいた。ターンエンド。どうしよう。こいつにしよう。ドロー。俺とさ、僕はこいつをフィールドに召喚する。ででん。それはまるでダジャレのようだ。このお客は僕が当時バイトをしていた頃チーズを出すお店だったんだけれどもチーズをかけに座席に行ったんだ。あ、ラクレットチーズみたいなやつか、みたいなやつ。おで、僕はチーズを流してその場を去った。で、お水を持ってた時に、え、おいちこのお客、僕はおいちって言われたんだ。なんならおいちお願いしますって言われたんだ。僕は何のことか分からずに状況が飲み込めなかった。何を言っているんだ。僕は戸惑った。そして何も言えなかった。無に僕はそのままその場を去ったんだけれども10分ぐらいその頭の中からおいちいが離れなくて、な、おいちいってなっていたんですよね。そこで一つのひらめきが出てきて、チーズをもっと欲しい、おいオリーブみたいなことで、おいちいって言ったんだなって気づいて、もう一度僕はラクレットをその場で温め直して30分後ぐらいにかけに行ったらもう全て食べられていた。もういらないよお兄さん、言われたことがある。ダジャレおじさんの召喚。マジで。このカードを場に出すと、うん、まずダジャレのようなか注文を受けたことにより相手プレイヤーを混乱させる。やばい。思考が停止し脳を破壊する。やば。始まったばかりの男に攻撃。攻撃。うわボツ。これはボツに送られる。急いに500のダメージ。ドロー。俺はこのカードをフィールドに召喚する。何？なんと。行け。なんだこいつ。メニューをランチョン待ったやつ。いる。おるおる。確かに。確かに。メニューがしわしわのベッドベトだぜ。頑張れ。おるおる。いる。まあ、おるよね。おるよね。飲食店あるある。めちゃめちゃだ。こいつ殺せるよ。殺そう。うわぁ。ボチボチ、さよなら。やばい、ボチどうしよう、さよなら。無敵すぎる私が。ダーンエンド。うわドロー。なんだって。何を出すって言った。俺のターン。やめろ。妖怪爪楊枝男。なんだこいつ。狂気度 70% つえ。攻撃力2000つえ。爪楊枝を食べていた。シンプル。強え。心の準備をしないと。じゃあ俺はこいつで勝負するぜ。なんだって。魔法カード。絶対守護神スーパー店長を召喚。店長だ。このカードを場に出すと絶対守護神スーパー店長の力が発動し防御力が上昇。おなお1ターンに1度しか発動できない。あーこのターンで。それも消えてしまう。モンスターおらんし私のも。
俺が守りを固めるぜ。なるほど。スーパーネンジロンか。ターンエンドだ。よし、ドロー。俺はこのカードを切るぜ。何だと？何？いけ。大人数。ああ、やめてくれ。それだけはやめてくれ。10名以上の団体でお部屋を見つめたのってか。本当にグラスが足りない。飲めよ。攻撃力3000。3000持っていけない。死ねえ。ボッチ店長ボッチ。いいよ。辞職。くそー。くそー。スーパー店長死ぬ。ダーエンドだ。ダーエンドだ。何？くそー。俺のターン。ドロー。魔法カード召喚。よく喋る常連のおばちゃん。50%。今なしに発動。よく差し入れを持ってきてくれるが、話がいつも長いため。忙しい時に来るとちょっと困る。悪気はない。結構この人来ると和む。かわいい。いい顔してるもん。人柄の良さ出ちゃってる。笑ってんもん。タッパとかにご飯持ってきてタイプの。ターンエンド。くそ。残るカード、こいつ。なんだって。なお、客ではない。何？この客を取りまとめる存在。何？俺はこいつと出会って価値観が変わった。なんだと？召喚。労働階段の。こいつは出勤してくると。いつもレジ横で iPad を触っている。iPad が本を読んで仕事をしないからポールの仕事が増えるんだ。なるほど。しかしレジ横だからいつも客の対応はこいつがやってくれる。レジの番に私たち働く側にとってはやめてほしいけれども。攻撃力1000。弱い。弱い。破壊されてカードのおばちゃんが殺してる。一緒に大転。くそー。一緒に大転。俺のデュエル人生は幕を閉じた。バカ。お前、お前弱いだろ。くそ。俺は修行してくる。さあ、てめえらの勝負を終わらせな。くそ。俺は残るは魔法カード1枚。ここで魔法を使う。どう。数々のハラスメントを受けてきた。この魔法はこのご時世酔っ払ったおじさんにマスクを取ってくっ取った瞬間思ってたんだ。ご時世心がえぐられるぞ。怖い。それだけだ。精神力も破壊される。思ってたんと違うみたいだ。俺のターン。フィールドはミホが掌握している。あ、そう。俺に勝てる。どうするんだ、ソイ。これで勝てるか。封印されし、エグゾディア。あ、もう、まさか、ミホ、大丈夫。やめてくれ、ミホ。俺のターン。多重人格の大きな。5000%。 5000。 攻撃力、3000。レジ前にて、丁寧な言葉で電話してあと、レジに来たら、横柄な態度。あ、私、あ、はい、お疲れ様でございます。はい、すいません。
怖い怖い怖い恐怖で怖い恐怖でこいつらが震えている大変こいつの勝ちだあれで Ah!